<laughs> ありがとうございます <laughs> いいですね嬉うれしいですなんかいつも落語をやっている時を賀さんがいっぱい座ってますで今日誰もいないと聞いたから心配してましたけどスタッフが座ってくれましたから嬉しいです ねえ皆さんの顔見たかったから嬉しい嬉しいなんか寂しがりだから <laughs> 誰もいなかったらほんまに寂しい私はまあダイアン吉日です実は本名はダイアンだからダイアン吉日いいね英語でオスピシャスデイラッキーデイダイアンいい名前でしょ毎日ラッキーですよ 特に今日一番ラッキーな日かもしれない。皆さんと出会ってから。ラブリーラブリー。イギリスからやってきました。イングランドのリバープールからやってきました。まあ日本に来てもう30年になります。UNBELIVABLE でしょう、えー、こんなに若いのに、ね、ピチピチ顔でびっくりしたね。ねえ余裕は。<laughs> ね ね、and、I、love Japan! ほんまに I love Japan です。で、ね、よく聞かれる質問からスタートしたいと思いますけど、まず、よっ、いッ、OK、これ出てます。今日は、Finding Fun in cultural understanding、まあ。いろいろありますけど、なんか楽しい気分でいろいろなチャレンジしたいね。なんでもね、前向きとか笑顔で、Finding Fun. はいで、presentation contents ですよね。で私の反省で。で、cultural observations。私が気づいたこと。で、welcoming overseas guests。外国人客を迎える、ね。はい、で、safety measures。COVID safety measures。私のコロナ体験で、ね。で、hope for the future。未来への希望。 このトピックスですよねへへへいいですね、皆さん元気ですかラブリー、ラブリー、なんか面白いですね、なんかマスクしか見えないから、えみんな笑ってるかどうかわからないけど、そんなことない、目でわかるんですね。で、マイジャーニーですね、まずマイジャーニーからいきましょう、これです、ダイアン、あまり変わってないどうでしょう。 <laughs> ねえ My journey. まあよく聞かれる質問からスタートしようかなと思ってやっぱり一番よく聞かれるのは「Why did you come to Japan? ね」ねどうして日本に来たきっかけはなんですか、まあ、実は私はあの子どもの時からあの外国に興味持ってました。 まあ皆さん知ってるね、あのイギリスと日本の似てるところは、あの両方ともあの小さい島国ですよね、アイランドネーション。だから子供の時私にとって外国に行くことはすごく大きな夢だった。外国は遠いと、ままリバプールからロンドンまでは十分遠いですね。け外国に行くことはもっともっとすごいなぁと思って。 本当にあの興味持ってました、ちっちゃい時からいろいろな国の本読んでました、物語で。想像してたな、どんな生活してるかな、その国で。なあ、どんな食べ物食べてるとか、どんな生活してる、すごい興味持ってました。で、人形のコレクションも持ってました、あのプラスチックの箱に入ってる、小さいあの人形入ってたな、民族衣装を着てる人形。そういうコレクション持ってた。 で友達のお母さん、お父さんとか私の親戚とか外国に行った時その国の人形を買ってくれました。で、ベッドルームで並んでました。で、毎日その人形と話してました。で、自分の外国語も作りました。意味ない言葉作りました。けど、すごくあの外国語ペラペラと思ってた。毎日その人形とコミュニケーション取ってた。 いつも興奮してたな、将来ね大きくなったら絶対に自分の目でいろいろな国を見たいなと思ってて、これ幼稚園の時ですね幼稚園の時から世界を回ることが決まりました。間違いなしで行くと思ってて、まずあのロンドンまで行きました。ロンドンでグラフィックデザインの仕事をやってた。もともとデザイナーでした。 英語で、あのイギリスで落語をやってなかった、ね。ね、落語はないから、ね、そうであのラ、えーと、グラフィックデザインの仕事を昼やってました。で夜はあの近所のレストランでウェイトレスの仕事をやってました。からあのずーっと働いてたからお金使う時間なかったから早く貯金できました。それで仕事を辞めてでリクサック買ってで出発しました。 まあ英語で言ったら一 feet。聞いたことあるかな ?1 feet。1はかゆい。ですねで足は feet。足がかゆいの意味があのどこかに行きたい。足がムズムズ。そう私、何年間足がかゆかった。やっと出発できた。で出発してその大きなリクサで一人で世界回った。まあ、今まで えー、61カ国に行ったことあります。で、まあ、途中で日本に行きました。日本は多分十17番、18番ぐらいかな。で、まあ、趣味でまだね、毎年、今ちょっと行きにくいけど、普通は結構ね、外海外行ってます。で、一人で世界回ってで、あちこちでバイトしてた。で。た。 ニュージーランドのスキー場でバイトをしてたとき、アメリカの女の子の友達になった。で彼女は1年間日本に住んでた。で日本にいてほしい。すごく楽しいですよ。素晴らしくにいてください。とか何回も何回も言われた。けど、他のバックパッカーとお話ししたら、あまあ、これはね、1989年だから、あのバブルのとき。 だからなんかバックパッカーにとってちょっと高いですよ、日本は、まあ、多分行かない方がいいとか言ってたけど、そういうアメリカの友達は行ってください、すごくいい国ですよ、で、日本人が優しいだから、もしお腹空いてたら、なんかご飯くれるから大丈夫ですよって言ってて、ほんで、また半年後ぐらいで、あのバンコクで同じ友達と待ち合わせしてた。 でまた彼女と会って早く日本に行ってくださいって言ったからキップ買いに行ってで日本に来ましたそれは1990年日本に来ましたでやっぱりあのその旅行してた時今の旅行と違いますねあの携帯持ってなかった、ね、なんかガイドブック買いに行かないとだめだった でリクサクに入れて携帯電話もなかったから大きなカメラカバンに入ってたと全然違う旅だってイメールアドレスもなかったもちろん Facebook とかなかった Instagram とかだから私の両親はどこの国にいるか分からへんかったするとはがき届くまでそうですそういう世界でしたねで日本に来てだやっぱりあのちょっとニュース だた新聞だけでした今もうなんかどん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 入ってくるでしょう、携帯に。けど、新聞だけとか、チラシとかポスター、それでニュース分が、ね、来ました。からあの、私、新聞書いたかったから、友達に言ったら、あ英語の新聞も売ってますね、日本で、ありますよって言って、それは英字新聞。言ったあッ OK。それで私、手のひらに、英字新聞書いた。 で探しに行きました。で探してたけど、見つけられなかった。ああ、エジ新聞はあんまりないかなと思ったら。あの、目の前に、あの小さいコートを一緒に歩いてた。お母さんがいました。で、ちょっと言ったら。Uh, excuse me sorry and。エイジ。新聞。とて言ったら、彼女は。はい。わかりました。私の手をつないで。あの。歩き出した。 で稽古を歩いてました、一緒に。ああ、英字新聞、なかなかないかなと思ったら、急に彼女は、はい、ここです。でどこかなと思ったぱっと見たら、大阪の朝日新聞の本社まで連れて行ってくれました。ちょっとびっくりしました、もう新聞買いたいだけで恥ずかしかった。彼女、すごい優しかったから、あのまあ、受付まで,まで連れて行ってくれました。 受付に行ったらスタッフが、ね、まあ、彼女帰りましたから、はい、Thank you, bye スタッフがどうしたんですかもう説明できなかったから、えっ、ー、と、エイジ新聞と言ったら、はい、わかりました、エレベーターまで案内してくれました。ほんで、どうぞ入ってください、ボタンを押して、ほんで、上まで上がりました。で、ドアが開いたら、スタッフが並んでました。いらっしゃいませと言ってた。うわ、めっちゃ恥ずかしかった。 いやいや、英語できる日って言ってた,ってたから、<laughs> Sorry, I just wanna buy an English newspaper. って言ったら、みんなめっちゃ笑ってました。それで、ここまで来たそうごめん、説明できなかった、えーれいい。いい経験でした。優しかった、受付まで連れてくれ,くれました。本当に、まあ、それで、なんかやっぱりあの辞書あった方がいいと思って、で、Japanese English Dictionary。 買いに来ました、えー、覚えてるそういう辞書ノー。これです。買っちゃった。紙辞書。なかなか見ないですよね、最近。アンティークね。もうそろそろでも何万円で売れるよね、これ。何十万円、ね、アンティークで。で、これであの頑張ってましたね、会話、ちょっと頑張ってて。 私、イギリス、人、そういう感じで会話してた。文章なってなかったけど、この辞書であのヒッチハイクで日本回った。ヒッチハイク大丈夫ですよね、貧乏旅行。この貧乏旅行で北海道、本州、四国、九州、沖縄で全部ヒッチハイクで回った。そう まあでもまあ日本語できなかったから辞書で会話してたもうすっごくいい思い出いっぱい残ってるもうハプニングだらけだった笑いながらで何かもうすごいハプニング多かったけどそれもいい思い出になった優しい人いっぱいあって素晴らしかったほんまに楽しかった、うん、でまあだいぶ変わりましたね最近あの電子辞書 売ってるとか携帯に入ってるから素晴らしい、素晴らしい。で、トラブルですよね、トラブルの写真もちょっと入ってます。これはこれで出発しました、一番最初、リックサックで。で、これはあのオーストラリア、イギリスからヨーロッパまで行ってヨーロッパからあのオーストラリアに行って、でこの友達できた。彼女は、まあ、一人で旅行してた、彼女はスウェーデン人。 でだいぶ前、あの連絡先わからなくなったけど一昨年彼女はフェイスブックで私を見つけて急にメッセージ入ってました、覚えてますか、オーストラリアで一緒になんかバックパッキングしてたと、覚えてた、覚えてただから去年、スウェーデンにいてもう30年ぶりにリユニオンがありました。 素晴らしかったね。ちょっと旅行の写真ありますね。ちょっと見づらいかもしれないけど私はアドベンチャースポーツ大好きちょっと危ないスポーツ好きドキドキするの大好き緊張するの大好きだからあのこれあのラフティングオーストラリアでラフティングやってましたさっきのスウェーデンの友達も乗ってますでこれはタイ で家で見てる人は多分ポイントは見えないと思いますけどゾウさん乗ってたのはタイですねで。これはアメリカでスカイダイビングやりました。スカイダイビングやったことある人いますかスカイダイビング。あいます。二人だけうそおすすめですよチャンスあればやってくださいめっちゃエクサイティングドキドキするですよね。いいでしょう。でも一つの大事なポイントは あのパラシュート忘れないでください。それ全然違うアドベンチャーになるから気をつけてくださいね。リックサクトを間違ったらあかんでね。スカイダイビング、は、まあ、素晴らしいね、本当に。で、ジャパニーズ・カルチャー、まあ。正直に言ったら日本に来る前に日本のことをあんまり知らなかった。まあ、インターネット使ってなかったでさっき言ったね。インターネット使ってなかった、携帯もなかったから本当に。 な日本のことあんまりわからなかったからびっくりしたこといっぱいありました。カルチャーショックですよね、えー、でも好きな素晴らしい文化も見つけたジャパニーズ・カルチャー恋に落ちたぐらい好きになってきました。まずあの陶芸習ってました。ポトリーで。その次の勉強は生け花。フラ r ーアレンジメント。で次の勉強は佐渡。 で池花と茶道の師範になりました。そうです。三崎流、これは三崎流あんまり有名じゃない。百年前まで美少流だった。で、表千景そう。で師範ね池花の師範取ったらまた将来イギリスで教えることできるかなと思ってて、で佐藤も勉強してました。でこれやっぱり。 落語をやってるからちゃんと着付け習わないとだめと思ってて着付け教室に通ったもう着物言えないぐらい好きですよ初めて着物屋さんに入った時目がドヨヨヨヨに飛び出しそうになったそこまで好きで今着物のコレクション持ってますちょっと皆さんびっくりすると思うこれです着物コレクション今多分450着ぐらい持ってます 帯も200本ぐらいですね。ねえ、すごく多いですね。で、落語も、ラッキーな出会いがありましたあの。皆さん知ってると思います、桂史尺さん。残念もなくなりましたけど、史尺師匠は英語落語のパイオニアでした。で、偶然だけど、史尺師匠の英語の先生は私の友達だった。で、ある日、友達から話あって、 あダイアン私の生徒さん、桂史尺さんは英語、落語をやってます。次の寄席でお茶子してくれませんかの話が出ました。意味全く分からなかった。落語のこと知らなかった。史尺さんも知らなかったけど大丈夫、大ン、大丈夫、大丈夫。あの教えるけどいいのは着物で舞台出れるよって言ったら、はい、やります、やりますそれだけで決まりましたで。それで初めて落語を見た。でも、すごく感動した。 うわあ鳥肌立てた、うわー、なんで外国で落語有名じゃないかなと思ってた不思議ぐらい、まあ言葉の壁あったけど、本当にね嬉しかった、落語を見つけたとき。で、まあ、お茶子をやってました、お茶子はあの落語の座布団を返しますとか、なびらをめくるするのはあのお茶子さんの仕事です、はい、で今落語をやってます。 えー、で、海外で、まあ、今年までね、海外で落語を、えー、結構やってまして、今まで30か国で英語,英語落語をやりましたですね。えー、これも、あの私、2つの顔があります。悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃないね。2つの顔。あの落語始まる前もバルーンアートやってました。多分、皆さん見たことあるね。 バルーナー動物作ってるとかそれはあの1995年の阪神大震災でボランティアやってたときの人はバルーンアートやってましたでもすごくかわいいなとかいいなと思ったらあの私もちょっとチャレンジしたかったで仕事のオファーが来ましたからバルーンアーティストになりましたちょっと写真持ってきましたねこういうものを作ってます 真ん中は今、教育関係のバルーンショーをやっている、えー、と英語であの風船で英語を覚えましょうかとかそういうショーをやっている左はバルーンドレスこのワンピース全部風船で作りましたこれはアメリカのシカゴで作ったで右側はまあ宇宙人ですね別にはいこういうものを作っていますで真ん中ので このコスチュームで大阪城公園で散歩しました。周りの人みんなびっくりしました。何じゃこりゃ、ね、見てたらこの外人ちょっとそろそろ国に帰った方がいいちゃうおかしくなった、えーで。左側ダイアンが入ってます。これは年賀状でした。で近所の人も,もう慣れてるから、うん、また変なことやってるね、あのダイアン。で自分の野菜持っていた。た。右側はバルーンドレス。 これはアメリカのアリゾーナで作ったドレス。でこれは作ったのはあの東北の大震災の後。テーマは海。だから上は海、下は波。だから海は綺麗ですよ、またあの海で遊ぼうとかみたいなメッセージでした。で、ラフタヨーヨガ、聞いたことありますかなラフタヨーヨガやってます。あの笑いヨーガ、健康のために笑いエクササイズとか。 結構あの人気になってきた、ストレス出せるから、これ習いたかったからインドまで行きました。インドで師範になりました。こういう感じです。着物じゃなかったね。この日はサリーで卒業しました。ラフタヨーガ・ユニバーシティ本当にありますよ。ラフタヨーガ・ユニバーシティ卒業して、でこれはまあ趣味ですね。これ新しい趣味です。アクロヨーガ。こういうも これすすごく好きです今ちょっとできないね今コンタクトスポーツでちょっとやってないけど、えー、こういうアクロヨーガ友達と一緒にやってるんであちこちいろいろな国に行ったらアクロやってる人に会ってこういう感じ左側も公園でみんなびっくりしました何してんねんこれね <laughs> いいじゃないかねこれも健康のためにいいですよねだからまあ正直に言ったら私は、ね、あの ちゃんと日本語を勉強したことない、えー、あの耳で日本語を覚えただから日本に住むと思わなかったから別に勉強しなくていいと思ってたけどそれは30年前だった今考えたら最初から日本に住むのを分かってたらちゃんと勉強したらよかったなと思ってます今学校に行ったらよかったと思ってます私大体先生を見てで覚えただけいけばなもそうでしょ教科書いらない佐道もそう 陶芸もそう、着付けもそう、えー、からいらないアクロヨーガとか別にあの言葉、あの教科書は必要なかったから耳で覚えたですね。で、so, Cultural Observations 私が気づいたことあの。日本はやっぱり素晴らしい国ですね。I love Japan、えー。いいものいっぱい出てきた。まあ no. 安全ですねすごく安全な国ですそれは素晴らしい本当にあの安全と便利何でもある24時間これは素晴らしいことであの素晴らしいものを見つけた宅急便宅急便は便利ですよねよく使います 荷物絶対に届く、ね、素晴らしいこと素晴らしいことあと自動販売機どこにいても自動販売機がありますいいねこの間あの京都の愛宕山登りました登ったことあるいやそういう落語のネタやってるから登りたかったすっごく急だったもう汗びちゃびちゃで上まで頑張って ついたら自動販売機あった誰が,が飲み物持って行ってるかなと思ったす素敵自動販売機嬉しいよしこれでねであの言葉さっき言ったねあの日本語分からなかったからちょっと自分の世界が狭かったなんか寂しかっただからもうちょっとね日本語を覚えたらあの、まあ、友達作れるとか あの旅行しやすいかなと思っててでさっき言ったまあ辞書を使っててで毎日あの少しずつ新しい日本語を覚えたら喋れるようになるかなと思った1日まあ3つの言葉だけでも覚えたらあの喋れるようになるかなだから喫茶店でコーヒー飲みながらでちょっと勉強してで寝る前にまあ2つの言葉を覚えたら賢くなるかなと思って、ね、勉強してて頑張っててけど。 どうしても間違いが多いでしょう、言葉、勉強しているとき。それは仕方がない。仕方がない。いろいろなミスがあった。例えば、あのおしぼり。おしぼりという言葉はすごく覚えにくかった。私だけじゃない、他の外国人も言ってた、なんでおしぼりなのか,なか覚えられないとか。難しい単語ですね。結構間違っててね、おしぼり、梅干し、梅干し通りとか,なんか混ざってて。 で友達もオーストラリアの友達も全然覚えられへんかったから彼女いつもレストランに入ったときウェイーさんを呼んですいません、お久しぶりもらいますかって言ってたでみんながウェイーさんがえ何ですか、お久しぶりください,いや何してほしいか分からへんとかで周りの友達、私たちみんな分かってた慣れてたけど聞くの好きだったから何も言わなかったずっと言ってました。 また言うたまた言うた <laughs> ねいいでしょう、えー、自分のエンターテインメントですよねで <laughs> もう一人の友達はいつも食べに行った時あの食べる前にいただきますって言うでしょう彼女はいつも行ってきます <laughs> ほんでみんなそれ分かったけど <laughs> 聞くの好きだったから何も言わなかった <laughs> いいやろういいやろうネタなるからネタ増えますね友達のモスターでも私も結構ね 言葉間違ってた似てた似る単語が多いですね例えばパーティーに行ったときすごく男前が入ってきましたタイプタイプだった日本でね入ってきた時にう私タイプタイプなとかドキドキしてたで近くまで聞いてこんにちはどうぞ座ってくださいというつもりだったけど緊張しすぎて間違いでどうぞ触ってくださいと言っちゃったいきなり。 おみんなびっくりした何,何,何,で何してんねんだよ、えー、でこれも面白いなんか英語が増えてきましたね日常生活で英語が増えてけど時々、まあ、英語その英語が合ってるけど時々意味がわからないとか意味が違うまあジャパニーズ・イングリッシュとかいろいろあります一つはねがマンションマンションという言葉家のことね マンチョンの意味はすごい豪華な家です。ね、部屋の50部屋あるとか、大きな庭の中になんか湖あるとか、馬も乗れるとか、それはマンションのイメージですね。日本に来たとき、友達があ遊びに来てって言ったー OK、OK、住所書いてくれました。ライオンズマンション。うわ、めっちゃお金持ちと思って。すげえお金持ちマンションに住んでるおすごいなんか、ドレスアップして家に行って、ワンルームマンションだった。 びっくりやそういう意味か、マンションのこと。いいいいねいいねそれとあの、例えばそういう単語、本当にあるけど意味わからないのもさっき言った、いっぱいある。もう一つはアメリカンコフィーヒー。私、アメリカンコーヒーの意味わからなかった。薄いコーヒーですよね。知らなかった。アメリカに行った時もアメリカンコーヒー言わなかった。 から、私喫茶店に入って。なんで、w a i t r e さんが出てきました。何しましょうか。聞いて。あ、ah,、coffee please。って言ったら、あ、ah, mm、アメリカン。うん、no。イギリス人です。言った。no no 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 no。アメリカン coffee。no japanese coffee please。わからんかと。変な話、なと思って。へまたネタ寝た、<laughs> ネタ増えました。いい、素晴らしい。 それとあの読めなかった漢字読めなかったとか日本語読めなかったから、まあ、結構ハプニングありました。えー、あの一つはあの電車乗ってた新幹線かどうかちょっとはっきり覚えてないけど電車に乗ってでトイレに入りましたであのトイレにボトンがいっぱいあったどんなボトンが分からなかった水流したかったけどボトンがいっぱいあったからボトンを押して びっくりしたそれは呼び出しボタン出した。で、分からへんかったらボタンを押してから音が出てからああしまったしまったと <laughs> ちょっとパニックになってでスタッフが走ってきた。師匠さん。コンコンコン、大丈夫ですかコンコンコン、大丈夫ですか <laughs> 何言ったらいいか分からへんかったからえー、えー、大丈夫、えー、外人ですって言ったらはい、分かりました。なるほどね、だから初めてじゃないと思う。 ね、<laughs> 多分結構ありましたから、最近英語の、ね、サインつけてます、シールついてるんですね。それ多分は私のせいで、うん、私のおかげで、ねよ。いいね、いいね、そう呼び出しボタン。<laughs> いいよ Cultural Observations。で、Welcoming Overseas Guests。これもあのいいですね。まあ、これからオリンピックが来るんですよね。 これも楽しみですねあの。オリンピックが来ることを聞いたら、決まったことを聞いたらすごく嬉しかった。私、あの学生のとき、陸上企業やってました。すご,いすごく一生懸命あのトレーニングやってました。えー、私のコーチもあのオリンピック出たことある。 から日本でオリンピックになるのも最高、最高、すごく楽しみにしてた。えーあのまあ、まあちょっと来年になったけど、まだ、ね、皆さん聞いてほしいですよね。で2012年、あの私の、まあ行け、行けなかったけど、イギリスでロンドンでオリンピックされましたね。それちょっと残念けど、仕事で行けなかったけど、私の友達と妹とかみんな行きました。 で、最高に盛り上がってた、大成功でした。で、その話聞いたら、あもう日本で同じことになるでしょう、う、ね。盛り上がる、盛り上がる。で、あの、オリンピックだけじゃなかった、オリンピックの後、パラリンピックありました、で、普通ね、パラリンピックであの観客がちょっと減りますけど、ロンドンでそんなことない、ね、ほんまに満席でした。 毎日それも盛り上がってた、それすごく嬉しかったですね、それで。これ私の妹を撮った写真です、ロンドン2012。で、この大きな写真はパラリンピック、スタジアム、本当に満席だった。見える、びっくりびっくり、すごいですよね。だからオリンピックとあんまり変わらなかった。だから日本で同じことになったら、もう最高ですね。世界中から見てます。 うん、イギリスのハットもあります。はあで,すね、ほで、オリンピックが来るからあの、まあ、いろいろなことを考えてました。なんかあの観光客が増えます、まあ。オリンピックのためだけじゃなくてあのこれから観光客また戻ってくるでしょう。今はちょっと来に,にくいけど来るでしょう。だからいろいろ考えてましたね。あの 何でなんか役に立つとか、たくさん来るからいろいろなことを考えてました。なんか来やすくなることを考えたら、やっぱり日本はあの住みやすくなりました、最近。もう30年前と比べたら本当にあの住みやすい。駅でいろいろな国の言葉でアナウンスが出てます。とかあの サインも英語とか韓国語とか中国語であの駅の名前も出てる。で地図を見たらあの駅名に番号がついてる。東京もそうですよね。大阪で例えば M7。M はなんか、数字ですよね。こっちじゃないねか。M7 はなんか、緑さ線ですね。で、それ分かりやすい。それとスマートフォンも。 結構使ってますとかタブレット使ってるからあの移動しやすくなりましたすごくしやすくなったけどあのちょっとこれですね一つの困ったことはちょっとパブリック Wi-Fi この話出てくるあのパブリック Wi-Fi はちょ,っとちょっと足りないとか言われる私はまあ自分の携帯持ってるから大丈夫ですけどあの私はあの今年まであの ダイヤモンド・プリンセスというクルーズ・シップで働いてました。えー、そうです5年間ダイヤモンド・プリンセスで働いてた。で今年の2月から12月まであの乗ったり降りたりする予定でしたけど、やっぱり今年は乗れなかった。本当に今週も乗る予定でした。で、ダイヤモンド・プリンセスのお客さんと話したらみんな日本大好きって言ってた。 まあ今はクルーズンだけどまた今度、プライベートで日本、来たい、最高、日本大好きって言ったけどやっぱりちょっと w i f i の問題ある、タブレットとか携帯持ってるだからホテルの予約もできるんですね、タブレットで。で、好きな食べ物あれば調べたらあのレストランの紹介も出てくるけど w i f i がなかったらちょっと難しいだからもうちょっとね w i f i 入るところが増えたらいいかなと思って。 それねみんなの話聞いたらそうですよねまああるところあるけどないところもありますれで No.2 はコンタクトレスカーズこれもあの私えっと今年あのちょっとお母さんが調子悪かったからイギリスに帰りたかったで、まあ、もちろん今のコロナでちょっと 行きににくくなっったたけどどうしてもお母さんに会いたかったで今帰らなかったらまた会えないかもしれないと思ってたけどあのちょっとイギリスに帰っちゃってで入国制限であの半年半年間戻れなかった日本にだから6か月イギリスに行ってましたでイギリスに行ってる間にあのイギリスのクレジットカードと日本のデビットカード 使ってましたそれあの、今、コンタクトレスは普通ですね、イギリスで。だから結構、タッチであの、まあ、買い物できるとか、タクシー乗ったら、あのピン、ピンで買い物できるとか、あのキップも買わなくていい、電車のキップも買わなくていいですね、ピンで電車乗れた。結構便利ですね。で、毎日それ使ったアイスクリーム買いに行った時でも、ピンで買いました。 けど戻ってきたらこういういコンタクトレスカードがなかなか使えない機械に入れないとだめですよね。それでちょっとびっくりしました。気づかなかった前だけど特に今コロナが流行ってるからあ,のあんまり入れたくないとかあの暗証番号も入れたくないだからコンタクトレスクレディットカードコンタクトレスカードがあればえいいですよね。 ちょっと気づいたな、朝もなきゃ自動販売機で、ちょっと買おうかなと思って。ならなかったピーンで、うん。でもまあ、結構日本で便利なこといっぱいありますけど。それ一つね。で、もう一つはダイエーチェリー needs。ダイエーチェリー needs。なんかやっぱりあの観光客がいっぱい来るから。あの。いろいろな人が楽しみしてる。なんか日本の料理は。 外国で、まあ、大ブームですよ大人気日本料理そうイギリスでジャパニーズレストランがだいぶ増えてきました私よりイギリスに住んでた時ジャパニーズレストランが入ったことなかった見たことなかったけど今本当に人気あるあからあのジャパニーズフーズはすごい人気で日本に来る人いろいろ食べてみたいでしょうねで言葉の壁で レストランに入るとき、ちょっと注文しにくいですね。言葉分からなかったな、あの昔は英語のメニューなかったけど、英語のメニューが増えて,ました増えてきました、最近、英語のメニューあるか真写真が、ね、入ってる、それ助かりますけど、あのいいのを見つけました、なんかレストランの前のショーウィンドウにローザイクあれば、簡単に注文することができるんですね。 まあ食品サンプルといいますね。サンプルフーズ。これは素晴らしいアイディアですね。日本に来る前に見たことなかった。他の国で見たことない。Oh, これは便利ですよね。指さすだけで注文することできる。言葉いらない。ウェイちょっと連れて行って。Uh, this one, one.This one,、uh, two.And two,、uh, two coffees, please. 簡単。 これ世界中にあったらいいですね。ローザイク、ようできてるね。素晴らしい。ほんまに本物みたいね。まあ、正直に言ったら、本物より美味しそうやね。時々ね、時々自分のご飯出てくるときの、何じゃこれやね。全然ちゃうよ、これ。ちっちゃいねとか、時々ありますね。で時々ローザイク、もう置きっぱなしですね。何年間前から。えー だらけになってるる時もあるんですね、えー、それか太陽で色がちょっと変わってきたちょっと黄色っぽいとか、えー、それ時々ありますほんでまあ田舎の方に行ったら時々日々入ってるでもすごいですねすごいですほあの私で一番好きなのは箸からうどんがこうなってる素晴らしいほんでフォークからスパゲッティもこうなってる繋いでないのになんや すごいなあそれであのそういうサンプルフード食品サンプルフード欲しかったでいいお土産になるなと思ってで店探して自転車で行きましたで店に入ったらもうほんまになんかローザイクパラダイスだった何でもあるでしょうよだれ出るぐらいおいしそうにいっぱいあった、はあ、でもちょっとびっくりしたちょっと高かった思ったより高かったけどどうしても欲しかったから 梅干し買った梅干し1個800円もしたよ。えでも嬉しかったね。これ本物みたいです。これ面白い。友達に見せたいなと思ってポッキーに入れて、自転車で書った。落とした。あとで探してた。友達に見せたないない誰かが拾ったかもしれないね。うねこれ多分いいしくない食べたことないけど、多分おいしくない、ね。でもそれは素晴らしいアイディアですね。ね それはあの何でも食べれる人だったら老う細工はいいけどあのいろいろな食べ物の問題ある人もいますね。ああの例えばベジタリアンとかあの、まあ、宗教で食べられない人もいますとかアレルギーで食べられない人いるとか動物かわいそうから食べない人もいる。で好き嫌いもありますね。で私はベジタリアンだから ローザイクだけ見て注文することできません。多分何か入ってる。だし入ってるかもしれない。カツオだし。ブーヨーンとかチキンエックスとか入ってるかもしれないですね。だからちょっとチェックしないとダメですね。えー、ねこ,れこれちょっとね、難しい。美味しいもの、なんか見たことない野菜、いっぱい見つけた日本で。レンコン。レンコン、イギリスでないね。これかわいいでしょ、レンコン。 アクセリー作れそうイヤリングとかネックレスとかレンコンペンキ塗っていいでしょうなごぼうも見たことなかったごぼうも美いしいねええごぼう大好き大根知ってるイギリスの大根はちっちゃい丸い赤い大根ですね日本のでかい大根土根性大根とか見てびっくりしましたね 素晴らしい美味しいものいっぱいあるけど結構鰹だし入ってますそれはちょっと残念だから友達と一緒に食べに行く前に、まあ、レストラン決まってたら私大体前の日電話して「あの明日ね食べに行きますから何か作ってくれますか?だか」とか大体してくれる早めに言ったらだしなしで例えば鍋食べに行ったら 鍋食べたいけど皆さんと同じ鍋から食べられないからだしが入ってるから昆布だしの鍋別に作ってくれる。マイ鍋。でこれ安心できるんですね。そうですよ美味しいものいっぱいあります。私の一番好きな食べ物は湯葉。湯葉うまいね。毎日食べたい。湯葉大好き大好き大好き。だから本当にあの美味しいものいっぱいあるけど。 アレルギーで食べられない人を言ってたらすごく残念けどイギリスでこれ結構ありますなんかメニューイギリスでベジタリアンは珍しくない全然珍しくない本当に普通ですだからレストランに入ったらあのメニューに書いてあります V とかヴィーガンとかベジタリアンとか,ンとか分かりやすいスーパーで買い物したら一緒マークがついてるだから安心できる 国産に聞かなくていいから私、結構ね、国産と話しする、いつも。なんか確認しないとだめだから、あのすみません、私はベジタリアンですあの。肉とか魚は食べられません。なんかシーフードも食べられないから、これは私、大丈夫ですかで、結構、あ大丈夫ですって言うんですね。いや、本当に大丈夫ですかなんか、肉入ってないですかいや、入ってない、入ってない。OK、じゃあ、いいですかね。あの 大丈夫です。かねあ大丈夫です絶対に肉入ってないね。はい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 。えー、入ってないと思います。この「と思います」は危ない。「と思います」知らない。だから危ない危ないな。と思いますまで我慢してた、ね。そうそれは本当になんかよくあること。それから「大丈夫ですかこの肉,肉入ってないですね。これ食べていいですか?」大丈夫です。入ってないです。大丈夫。魚も入ってない。はいはい、大丈夫です。 大丈夫ですね。はい、肉入ってない。はい、あんまり入ってない。あんまり入ってない。入ってるということですね。入ってるか。うん、私昨日もあの友達と一緒にちょっとね、あの喫茶店にいてでサンド注文しました。でサンド二つあった。右側はベーコンサンド、左側はチーズサンド。でチェックしました。これはベーコンサンドですね。左はチーズサンド。 で肉入ってませんです、ね。で、入ってないです。絶対に入ってない。絶対に入ってない。これはベーコンですね。はい、で、これはチーズだけ。はいそうです。出てきたら、ハム入ってました。これ、ベーコン食べれないけど、ハムは同じ動物。豚ですよね。だから、こういうチェックしないとだめことあるから、これでね、来年からね、たくさん来るときね、これあれば楽ですね。本当に助かります。 スーパーでもね、こういう写真あります。ああ家で見てる人が多分見えないけど、ちっちゃいマーク入ってます。安全ですね。こういうベジタリアンマーク。これおいしいおいしいおいしいそう。イギリスで太りました。えー、だからやっぱり、ね、あの日本に来たとき、一番大きなストレスは食べ物でした。今説明できるからだいぶ楽になりました。楽しく食べに行けるけど。あの やっぱりなレストランでメニューに一つか二つのベジタリアンマークついてるのが普通になったら幸せですよね。でほんまに助かります、言葉の問題もないしいいね、ラブリーラブリー、まあ、精進料理、ある精進料理美味しいけどお腹空いてたら東京,まであ京都まで行けないですね、簡単大阪からもちょっとお寺行こうか京都まで行くのはちょっと難しいですね。 で結構レストランに入るときサラダが出てくるけどやっぱりサラダドレッシングも和風ドレッシングだったらカツオが入っています。大体皆さんそこまで考えないけど美味しそうなドレッシング、ね、いっぱい売ってますけどこの間、私の近所であの新しいあのあのスーパーできたすごい大きなスーパーもうすごく嬉しかったで入ったらサラダドレッシングいっぱいありました40種類ぐらいありました。 で店の人がすごい優しかったからあの一緒に探しましょうかベジタリアンのような探しましょうかって言ったら一緒に探したら3つだけはベジタリアンでした彼女もびっくりしましたそうかサラダドレッシングにも入ってるだからこういうマークがあればほんまに助かりますね素晴らしいでちょっと先の最後ね Emergency Alert これあの ホテルによると思いますけどおととし北海道の函館のホテルで泊まってたとき急に地震が来ました。結構大きな地震でした。結構揺れてました。びっくりしました。結構揺れてて。で、まあ、落ち着いたらちょっと廊下に出たらあのたくさん人は部屋の前でわあ、どうしようどうしようと思ってて。でそれまあ 大丈夫になってからみんな部屋に戻りましたもう一回寝ようかなと思ったらあの急にあの非常ベルが鳴りましたで日本語なんか機械の声で火事です火事です避難してください火事です火事です避難してくださいえちょっとショックだほんまの火事火事やばいねお茶の上で泊まってたからあのパジャマ着たままであの降りたかったけど 電気が消えてました。何も見えなかった。真っ暗だった。だから、出たら、あの、同じところで集まってた、あの、外国人。いっぱいいってました。で、あの、日本語できないから、アナウンスの意味が分からなかった。で、通訳して、oh it's a fire, we have to leave, we have to escape。let's take take the stairs。で、階段で降りたかったけど、だか真っ暗かったから、何も見えなかった。でも。 中国人の夫婦いててで携帯持ってたからあの携帯のライトで7階から1階まで行ってでロビーに着いて家事じゃなかったよかかっった、たじゃなかったけどそこで考えててあ、やっぱりバイリンゴルの,あのメッセージあったらいいね。機械だから、別になんか。 スタッフ言わなくていいけど、あったらいい。とりあえず、まあ、日本語と英語だけでもいいけど、あの後で中国語とか韓国語とか入ってたら、すごい助かります。安全ですよね、ホテルで。まあまあ、やってるホテルもあると思いますけど、ちょっとその時即すごく覚えてました。なんか、思ってました。はい。COVID safety measures. さっき言ったね、まあ、半年ぐらいイギリスに行ってたからあの違うかなと思ってたけどあんまり変わらないですよね、あの自,己あの自己隔離しましたあの。別にしなくていいんだったけどお母さんに会いたかったから、まあ、安全のためにした方がいいと思ってあの今はちょっと、まあ昨日ニュース見てたらちょっと大変ですよね。まあ なっっちゃったけどこういうところでしましたコテージ借りましたかわいいでしょここで2週間過ごしてましたであの買い物とかできなかったから、まあ、空港からあのタクシーでここまで来ましたで私のお姉ちゃんは先に買い物しに行ってで冷蔵庫に食べ物いっぱい入れてくれただから着いたら食べ物いっぱいあってで このの後ろのガーおいでお姉ちゃんは毎日あのご飯作ってくれたとか買い物してくれたらね胴の前に置いてそれでピンポンで,で、まあ、3ルぐらい離れて話できたでここであの2週間行っててよかったね天気いい天気だったね夏だったからほんで2週間終わったらあのちょっと買い物 できたから初めてイギリス見てましたね、コロナになってから。で、やっぱりあの、あんまり変わらなかったね、日本と一緒ですね。あのマスクかけて人もいましたけど、かけてなかった人もいましたけど、店に入ったらとか乗り物に乗ったらマスクが必要。けど、外でしてなかった人もいてた。 それでちょっとびっくりしましたね、みんな日本でマスクしてたから今は多分みんなあのかけてますね、つけてます。マスクは一緒。あと手洗い、それ変わらないですね。で、消毒する。ね、それは一緒ね、私、消毒ね、いつも持ってます。これ見て、かわいいのいっぱい持ってきた。デザインだけ、これアクセサリーになりそうですね。はあ いいね、ベルトにかけてもいいな、いつもみんな持ってる車にあるとか、すごくいい匂いな、飲みたいぐらい、すご,いすごくいい匂いな、そう、いっぱいあの買いましたね、まあ、それは衣装ですよね、マスクもね、入ってたかな、マスク、私好きね、なんか、一番最初は、まあまあ私、日本に住んでるから慣れてるけど、可愛い,いマスクいっぱい売ってますね、最近、これどうですか いいいいかないいでしょ最近、口紅してないから代わりにこれはな今日、久しぶりに口紅ねこれどう、no、いいね悲しくなるね、マスキパイあるねだからこれはちょっとファッションになってるね、最近友達も作ってます手作り作ってます私も着物の生地で作りたいと思うでまあそれは一緒ねでまあ熱を測るとか換気するそれは一緒。 うがいするとかソーシャルディスタンスもやってるあのスーパーでそのシールも貼ってる下にステイホームとか,かりまあ出前がだいぶ増えてきました家で食べるのがね多いんですね最近昔と比べたら最近イギリスであんまりねなんかレストラン結構閉まってるからみんな家で食べてるクリスマスどうなるかなで持ち帰りもね大人気持ち帰り でアマ,ゾアマゾンもアマゾンブームですよね。もう買ってるね、アマゾンですね。はあ、で、さっき言ったな、コンタクトレスクレディットカードも使ってる、使ってる。いいよ t u b e s a f e t y m e そうだ、一緒ですね。あと3つの3つ、私聞いたことなかったあの。やっぱり半年イギリスにいてたから、あのそういう専門用語、聞いてなかった。英語だけで <laughs> 聞いてたから COVID の関係の言葉は聞いたことなかった。書いてきたらもう知らない言葉いっぱいありました。だから頭にまだ入ってなかった。うん、いい Hope for the future. そうこれは多分今みんなすごいあのしんどいと思います。しんどい時あると思うだから好きなことを 探さないとダメ毎日これみんな乗り越えるんですよねこれから乗り越える今はちょっとしんどいけど楽しいことまだいっぱいあるとか友達と一緒にできることとか将来のこと考えたら好きなことをやったらやっぱりあの落ち着くとかストレス出せるまあさっき言いましたねあのラフターヨーガ私やってるラフターヨーガやったら本当にあに気分が変わる 笑顔も出てくるから多分まあ自分の趣味できないのはちょっとあれやけど好きなことを見つけたらスポーツもねスポーツやったら体使ったらあのリラックスできる本当にあに思ってますだからで皆さんちょっと一緒になんか笑いたいと思っててあのこれ家でできる笑いようがちょっとしたいと思います。 だからマスクつけてても笑顔であの笑ってるあの顔あの、目で笑ってるの分かりますよねこれいいですねいいですマスクつけてても大丈夫ですよだからスマイルしたらスマイルは、まあ、あの世界中で分かる笑顔と笑うこと世界中通じる年関係ないでしょ 笑うことで年関係ない国籍も関係ない宗教も関係ない誰でも分かるんですね文化関係ないだから一緒に笑いたいと思いますで笑ったら本当に前向きになるだからインドで習った笑いようがちょっと一緒にやりましょうかいいですかどうですかいいですねマスクつけてでもいいですよ 見えるから、なきゃ皆さんの顔は、okay。まず、ちょっと手拍子でいきたいと思います、ね。手拍子で。普通はこれですね。でも話題用語で、笑いよであでつぼがあるから、ちょっとエネルギー作りたいから、手を揃ってこの、そう,そうそうそう、いいですね。で、ちょっとリズムがあります。1、2、1、2、3。 いいですね? 1, two, one two three. One two one two three. Ho, ho, ha, ha, ha. That's good. Ho, ho, ha, ha, ha. That's Ho, ho, ha, ha, ha. De it three もう笑ってるでしょ何もしてないのにいいですねそれは笑いヨガのいいところですねあのコメディーいらないジョークもいらない笑いたかったら笑えるいつでもどこでも笑える正しい正しくないのはないです、okay. <laughs> ほーほーハハハほーほーハハハほーほーハハハイイエーイいいでしょ 家で見てる人やってるから、ね、一人で。<laughs> いいね、okay、ちょっとエクササイズやりましょうか。飲みましょうか。Okay、このエクササイズもあります。グラス2つで。好きなもの、好きな飲み物を想像してくださいで。インドでラッシーが人気あるんですね。ラッシー。うんね、えラッシーはまあヨーグルトみたいな飲み物。 両手でなんか混ぜる。今はあのブレンダーあるけど昔ブレンダーとかミキサーがなかったから手で混ぜてました混ぜてから飲みますね同じ音でねえーあ聞こえないえー、はい、えーあはははははで飲む時笑いましょう いいじゃん。<laughs> 酒入れてもいいですよ。<laughs> 大丈夫、大丈夫。はい。ええー。ええー <laughs> <laughs>。いいね。いい、いいでしょう。簡単なエクササイズでも。家族と一緒に家の中でやったら。本当に、あの。明るくなる。この部屋で、まあ。ね、この人数でも、ちょっと笑ったら。気持ちいいでしょう。 ねいいよね、いいね、エクササイズいっぱいある、あとは例えば買い物、結構ね、私今、今買い物してます。であと買い物することは楽しいね、クレジットカード使うの楽しいけど、あとで請求が来る、これはあんまり面白くないね、あんまり楽しくない。だから今ね、皆さん請求見てください、めちゃめちゃ長い、払えないぐらい長いのを聞いてるから、どうぞ持っててください。で もう払えないから笑いましょう。いいですかはい、OK。ほん時々隣の人とちょっと目合わせてくださいね。時々目合わせて、見せてくださいね。どうい <laughs> 何もないけど、今笑ってるから、健康のために笑ってる。すごく大事ですね。最近なんか笑うことが、 笑うことが少ないけどこれから毎日毎日楽しいことやったらすごく明るくなるでみんなもう気づくですよいや最近なんか変わったねえなんか恋に落ちたなんかあったでか聞かれますよほんで毎日笑ったら年取りません年取りませんですよねえ私ほんまは93歳ですよ

だからまあこういうこと、本当になんか Hope for the future なんか今、子どものショー私、稽古やってます子どもは前向きですよね、も,もちろん大人のストレスも吸収してるけど子どもはね将来のこと考えてるからで来年も楽しいね、オリンピックとかいろいろいいことをまた来年来るから今年ちょっと頑張ってで来年いろいろ笑いたいと思います。でちょっとなんか質問ある かなっとかわからないけどないですかねないあじゃあラフトヨーガルも,もう一つのエクササイズやりましょうかいいですかじゃあ皆さんちょっとスタンドアップしてくださいいいですね OK でちょっとストレッチしずっと座ってるからよいしいいね、はあずっと座ってたああでちょっと上までストレッチしましょうかききき着物でちょっとやりにくいけど

あーもう一回<笑>,笑ってる <laughs> はいはい下まで行きましょう <laughs> あー気持ちいいあ気持ちいい気持ちいいだから隣の人とちょっとペアになってくださいいいですか ?OK ーーで鏡作ります鏡いないですか寂しい いいねいいねいいねいいこといいこと OK じゃあペアになって左一人,人あの手を挙げてください OK このペアのはい一人 OK 手を挙げてるのは A さんですねで A さんはリーダーだからちょっと動きしてください何でもいいですよ鏡ですからあの B さんね B さん真似をしてくださいでも気をつけて左と右間違えないでください ですね。逆になるから。はい、A さん、どうぞ。何でもいいですよ、な <laughs> いいお腹。いいな。いいない。いいな。どうしても笑ってしまいます。え <laughs> え、ラブリーラブリーラブリー。素晴らしい。<laughs> <laughs> <laughs> 気持ちいい、気持ちいい。だから、あの。ちょっと。 ウェーブ作りたいと思います。皆さん、スタジアムで見たことありますね。あのメキシカンウェーブというかイギリスでスポーツのスタジアムでやってますね。してますね、みんな。知らない人はいないですよね。それウェイブラフターウェーブ作りたいと思いますで。ここからスタートします。責任者。責任者になりました。いきなり、そう、責任重いですよ。ほんで、手と声。 いいですか。だから笑い声で。行きましょう。で、そのウェイブ、私はまあ腕は外でですね。私の腕が聞いたら。笑ってください。手をあげて笑ってください。ほんで送ります。オッケー。ちょっとキャッチしてください。また責任ありますね。こちら。そうそう、そうです。そうです。ここからうまくいきます、ね。<laughs> 大丈夫。練習はいらない。オッケー。じゃあ。せーの。<laughs> <laughs> <laughs> やってる、ややっっててるる後ろどうですか、はーい、こっちからいきますよ、せき重いね、はい、せーの、<laughs> <laughs> いいね、いいね、これね、本当に、あの時々、劇場でやってます、もう600人ぐらい一緒にやったら、もう最高、本当に素晴らしいですよ。だからもう この時間見たら、まあ、あっという間ねおう、ようしゃべったね、えー、恥ずかしがりなのに。だけど、本当にあの来年ねあのかんあの、観光客とかね、オリンピック選手とか、あごめんなさい、すみません <laughs> 来るの私もすごく楽しみしてる、私、日本大好きだから、日本はすごいなんか、クールジャパンのイメージあるからあの、みんな本当に日本大好きですよ、だから、いいところ見せたい、いいところみんな見てほしい。 だからあの私も努力します、頑張ります、ねあの、いろいろな日本の文化、案内したいと思います。だけど、ほんまに最後までね、みんなちゃんと笑ってくれましたから、嬉しいですねだ、今日の話はここまでねあの、また来年まで頑張りましょう、いいオリンピックになるためにはい、じゃあすみません、ありがとうございます <laughs> ありがとうございます。 大谷さんはありがとうございましたありがとうございますコメント欄にとても興味深いお話でした海外から観光客をお迎えする時の参考になりました楽しいお話ありがとうございましたというお声も届いておりました皆様どうぞ大きな拍手でお送りくださいありがとうございましたありがとうございます。<laughs> <laughs>